ボルネオカワガメ属を構成する。インドネシア、マレーシア、ブルネーに分布する可能性もある。シンガポールでは絶滅。模式標本の産地はボルネオ島。種商名ボルニンシスはボルネオ産のノイ。最大高長80センチメートル以上と石亀か最大種。オスよりもメスの方が大型になる。 廃校はやや扁平で、上から見ると細長い楕円型。成長輪は明瞭。廃坑の色彩は、ハイ色や黒褐色、黒だが、稀に孵化直後から、ある甲板の周辺が赤みがかる個体もいる。廃坑と復興の継ぎ目は発達し、液化甲板と、素形甲板が一つずつある。復興は大型で、やや細長い。 復興の前端はやや突出し、左右の交換板の間には深い切れ込みが入る。復興の色彩は単光色や単光褐色、開白色。頭部は大型で、幅広く分厚い。粉炭はやや突出し、上顎の先端は、針状に弱く尖る。交合面は幅広く、顎関節よりで顕著。交合面の中央部には、一本の明瞭な量がある。 目と鼓膜の間には、下流状の鱗が、帯状に並び、後頭部は細かく、不規則な鱗で覆われる。獅子は頑丈で、指跡には、水かきが発達する。頭部や獅子、尾の色彩は黒や脳褐色で、側頭部や覆面、獅子の基部は、開白色や肺褐色。卵は、長径 8cm、短径 4cm。孵化直後の容体は、 高長6センチメートル。妖体の廃坑は、ドーム状に盛り上がり、第2、第3、C パ板が、最も高い。廃坑は、上から見ると円形に近い楕円型。C パ板にはあまり発達しない筋状の盛り上がりが、入り、後部円パ板の外縁が尖る。成長に伴い、キールや円パ板の突起は消失する。妖体は、復興が、 橙色の個体もいる。幼体の頭部の色彩は、褐色や肺褐色で、黒や暗褐色の細かい反紋が入ったり、広角から後方へ、名色の筋模様が入る個体もいる。俗名、オーリッシェは、記載者による、特に意味のない造語とされる。以前は、形態から、ホウジロクロガメ属シエビンのキエラに、最も禁煙とされ、キューバダグールガ亀赤内では、 原始的な種と考えられていた。2004年に発表された各 DNA やミトコンドリア DNA の分子系統解析では、石亀家内では西食いがめ属に最も近縁という解析結果が得られている。河川や湖障などに生息し、川口部周辺の三角衆にも生息する。奇水域で見られることもある。植生は、形態や飼育下での観察例から、 雑食だと考えられている。野生化では、広口水蛇ホモロープシスバカタを捕食した例がある。繁殖形態は乱生。土手や中巣などに、1回に12から15個の卵を産む。生息地や中華人民共和国では、食用とされることもある。農地開発や、河川改修、土砂採取、貯水池建設による、生息地や産卵場所の破壊。 水質汚染、食用の乱獲などにより生息数は減少している。インドネシア・マレーシアでも州によっては保護の対象とされているが、有効的な保護対策は行われていない。1999年の1から10月には、マレーシアから約2万2000頭が正規輸出された。2003年にワシントン条約付属書2に掲載され、2013年には、 野生個体の輸出割り当てが例とされた。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。もともと流通量は多くなかったが、ワシントン条約に掲載されたことにより、流通量が激減した。成長がやや早く飼育下でも、校長50センチメートル以上に達する種であるため、大型のケージが用意できない限り一般家庭での飼育には向かない。 大型で顎の力が強い上に、協調性が悪く他の個体に噛みついて、甲羅や獅子、尾に重篤な怪我を負わせたり小型の亀を捕食するため、基本的に単独で飼育する。飼育下では、甲殻類や貝類、肉、野菜を食べた例があり、配合飼料や、冷凍飼料、乾燥飼料にもえづく。ありがとうございます。